はい、久しぶりに、ナノファルコン、こちらのね、ちっちゃいヘリコプターを飛ばしてみたいと思うんですけども、おさらいとしまして、こういうね、ちょっと台みたいのがあると、離陸ねしやすいです。こういうね、下からやるとどうしてもねちょっとね、引きずる時があるんで、こけやすいんですよね。だから、離陸するときはこういう何かちょっとした台の上から、やると、飛ばしやすいです。そして、コントローラーなんですけども、こういうふうにね、これアクセルなんですけども、これをじんわりやると転んじゃいます。なんで、説明書にも書いてあるんですけども、50%、60% ですね、約半分ぐらいを思いっきりちょっとグイッとね、グイッと上げるような感じすると素直にねシュッってちょっとね上がります。ゆっくりじんわりやっていくとヒーってなってね転んじゃうんで、はい、じゃあね早速やってみたいと思います。はい、じゃあ電源をまず入れますね。はい、こちらの方も電源を入れます。これでピコピコピコってね、ライトがねなると思うんですけども、はい、そしたら、3倍 OK ですね。はい、じゃあ、飛ばしてみたいと思います。ヘリコプターなんで、バックもね、一応できます。もう一度いきます。おっと、危ない。